チャオ。さあ、今回のフットブレインはセリエ A 9連覇中の こちらユベントス特集です。しかも2週連続です。ユベントスの強さの秘密をたっぷりと深掘りします。ユベントスって言えばやっぱあの選手が有名だと思うんですけど、クリスチアーノ・ロナウド。おロナウドって点取った後毎回こうやるパフォーマンスがあるんですけど、はい、皆さん分かります？クリスチアーノ・ロナウドですか？はい、ちょっと分かったらちょっとやってもらっていいですか？多分ですよ、多分。いきます。わーって言って、向きがただ横向いただけ。行きますよ。バッチリバッチリ合ってます。これ一回フットブレインで何でした、筋肉の回の時にクリスチアーノ・ロナウドがこうやった時の背中の筋肉がすごいっていう話で出たんですよね。すごいで覚えてました。いや、そうですね、出てましたね。そうですよね、もう多分2年前ぐらい、2、3年前ぐらい、うん、引き出し開けまくりました。開けまくりました。なんだっけよかった。そうそうそう、どうでした、実際ユベントスですか、はい、いや9連覇ってすごいですよね。だって日本でも まず歴史がそもそも違いますけど考えられないですし、他のヨーロッパのリーグ見てももうその9連覇してるとこなんてありませんので。でもその強さの秘密は何だろうな、なんかこの番組通しても分かったような、でもなんかこう言葉にできないようなところにあるような気もしましたし、歴史なのかそのユベントスに受け継がれてる哲学なのか、本当にいろんなものが複合的に合わさってるからこそあの強さっていうのがあるんだろうなっていうのは感じました。ちなみにこのオリジナルユニフォーム、はい、いかがですか？いや、嬉しいです。だって見てください、後ろ片縁って書いてあるんですよ。77、これはテレ東が7ちゃんなんでそれを強調しているんです。いや嬉しいですね。しかももうとんでもないレジェンドからのインタビューもたくさんありますので、もうそこもぜひぜひ注目して見ていただきたいです。